こんにちは、ベンジです。ハチプロ風雲録4の続きをやっていきます。今日は、引っ越しの日ですね。ハチパラ町へ行ってます。あれ？引っ越しは、どうするんだろう？とりあえず、あ、イベント始まった。いやあ、おはよう。おはようございます。うん。あ、歩けるようになったの、のりこちゃん。聞いたよ。あんた自分の容疑を見事晴らしたんだって。大したもんだ。あ、ありがとうございます。それで何でも大海町に引っ越すことになったそうじゃないか。はい。あそこは新しくて住みやすい町だよ。この町とは違ってな。へえ。おお、そうだ。あんた一つ頼まれてくれないか。何ですか、のりこさん。うん。おはようございます。おはようございます。おはよう。もう外出して大丈夫なのか？はい。元気ないね。彼女の怪我の方ももうだいぶ良くなってね。ただ記憶の方がまだ戻ってないんだ、うん、それで大海町の病院で詳しい検査をしてもらおうと思ったんだ。あんた引っ越すついでに病院まで彼女について行ってやってくれないか。いいよ、彼女のためなら。彼女も大人だ。引き一人で行けるだろう。冷たい。彼女のためなら喜んで。いや、ぜひやらせてくれ。そうか。助かったよ。引いてんじゃん、先生。この橋を渡ってまっすぐ行けば交番がある。もうそっち。病院の場所はそこで聞けばすぐにわかるよ。それじゃあ、彼女のことをよろしく頼む。ちゃんと病院まで送ってくれよ。わかりましたよ。よろしくお願いします。元気ないね。腹減った。伊原診療所の伊原先生に頼まれて、俺は記憶を失った白石のり子を大海町にある大海病院へ連れて行くことになった。途中で寄り道しないように気をつけましょう。めっちゃ腹減ってる。はい、行くよ。腹減った。あ、海の湯。銭湯か。いいよ。朝風呂ってのは気持ちがいいね。寝ぼけた頭がシャキッと支えてくるよ。公園。え、何？ラジオ体操やってるの？パチンコベリーラッキー。車が走っているから気をつけな。気をつけな。この腹押さえてるのがシュールすぎる。ああ、危ない。おばちゃん。ちょっと、のりこちゃん、のりこちゃん。勝手に行っちゃうんだけど。おか。のりこちゃんは？あ、いたいたいた。お、先生。ジョイだ。あら。こんにちは。今日はどうなさいましたか？美人なジョイだ。それはちょっと、今はやめとこう。のりこちゃんもいることだし。伊原先生に頼まれて彼女に付き添ってきたんだ。そうでしたか。ありがとうございます。伊原先生からお話は伺っています。うん。あなたが白石さんですね。はい、そうだと思います。うん、記憶喪失だからね。
挨拶が遅れました。私加納と言います。白石さんの治療を担当させていただきます。加納先生ね、医者の浅井です。そうなんですか。あまりそうは見えませんけど。まあ捨ててこ来てるからね。白石さん、今日は久しぶりに外を歩いてお疲れになったでしょ。詳しい検査は明日行いますから、今日はゆっくり休んでください。それでは私についてきてください。担当の看護婦に部屋まで案内させます。あ、看護婦って言ってるってことは古いね。 あの今日は何ですか。付き添ってくださってありがとうございました。いやいや、お安いご用ですよ。何、どうせ、あ、どうせついでだったんだから。俺の方こそ、なんだかデートしてるみたいで楽しかったよ。ありがとうございます。聞いてる。今日はこれからどうするんですか。うん、一緒に入院しようかな。俺も一緒に入院してもいいかな。ダメですよ、すごく元気そうじゃないですか。のりこさん、そろそろ行きましょうか。こんなアホに構ってないで。それじゃあ。いやー、楽しかった。おー、腹下しの薬を買えん運に来ました。お、冷たい。こんなところにね、ラジオ体操にでも行ってきたらどうなんだい。あ、やっぱりさっきラジオ体操してたのか。俺と話したいなら最低でもあと5974玉貯めてからやってきな。何それ。あ、この格好はみんなパチプロなのかな。万発出さないと話すらさせてくれないパチプロ。私は助かるんですかね。あ、可能さない。顔色が悪かったけど大丈夫かしら。あ、誰のことですか。 あ、俺のことじゃねえんだ。ラジオ体操を指導してる柳田さん。顔色が悪い。これは心配ですね。本当にズカズカとどこでも入っていくな。そうだよね。はい。なんかこのどこでも入れる感じ、いいと思います。腹下しの薬、買っとくか。腹ナオール S。実は腹痛いんじゃなくて腹減ってるだけなんですけど。何、この先なんかあんの。工事、あ、警備員か。もうわりわり。いや、なんかクオ走りたい。やってない。あ、そういえば前の街でさ、犯罪者だから入れてもらえない店が、あ、牛乳売ってる。やべえ、腹下すか。いや大丈夫でしょう。腹ペコから腹減りになった。もう一本もらおうか。腹壊すかな。腹8分目。OK。よー。やっぱ朝は牛乳だな。なんだ？出店？
お祭りでもやってんのかな。何もアイテムない。あ、お前が柳田か。人と話すときはラジオ体操やめなよ。やる。あ、ラジオ体操のことを聞いただけ。おう。なんだ。おう、その日のアリバイ。雨が降り出して、その日中止にした。あ、ん？榎本さんが来ませんでしたね。榎本は事件当日ラジオ体操を休んだ。おー、ピース、笑った。なんで学級長が隣にいるんだよ。ミキちゃんと話しづらいじゃねえか。君？学級長？転校生？眠いよ。夏休みか、今。いいね。町内会の会長だ。まあ確かにちょっとめんどくさい時はあるね。ちょっとやらせて。ちょ、お前誰だよ。ボクサーか。黒崎。あ、殴られてる。めっちゃ殴られてる。はい、じゃあ、交番行きましょうか。お、なんかこういうとこ。あ、多分ここだな、来るアパート。地図。公園、今どこか。アパート、写真館、レストラン、パーマ・モンロー、病院、パチンコ屋、寿司屋、交番、あ、その角か。あと神社、銭湯、はい。なかなか引かれない。いや。伺っております。はい、どういたしまして。銭形英二。へへへへ。まず、事件について聞いてみようか。事件の日の朝、パチパラ町から来た不審者を見た人がいないか調べてるところです。うん。住む場所ね。メゾン大海。202号室。世間話でもしようか。地理について。あれ？え？地図、もう、持ってましたけど。え、詳しい地図になったのかな？いや、もう、すでに持ってたよね。あ、なんか説明が、追加されたかな？うん、そうだったかも。じゃあ、引っ越し作業でもしようか。かな？2階の、え、見えないけど、202号室。まあ真ん中でしょう、202だったら。入ります。ちなみにこの大海っていうのは、このゲームのパチンコの大海物語の略です。愛称を大海って言います。あ、え、ちょっと待って。
あ、よかった。ちゃんと持ってきてた。あ、こっちが入り口？わ、すごい広いじゃん、この部屋。ちょっと窓のとこに布団敷いて、みかん箱は、うん、ここで勉強しよう。ハラナオール。待って、部屋の鍵配置できる。わけがわからん。いや、こういうのはもっと。最初の服は、とか、かけとくか。この辺は持ってないね。よし、じゃあ、引っ越しも終わったことだし、今日はこれで終わろうかな。次回、まあちょっとこの街で聞き込みをして、まあ新しい事件が始まるのか。ちょっと待って。推理でしょ。まだ、これは事件解決になってる。待って、これの推理。うわ。すげえ。みおちゃん失踪事件は9マスだったのに。え、何マスあんのこれ。36マス。ああ。この右上にマスって書いてあって、証拠1、2、3ってあって、色が分かれてて、これは証拠3って書いてるから、これはここに来るんだな。なるほど。で、こう繋いでいくわけだ。やっぱり、大筋の事件が、このパチンコ屋殺人事件なのかな。で、細かいのが、こう、他にもあると。ということかな。はい。ということで、今日は、これで終わろうと思います。次回聞き込みしたり、まあ、パチンコも打つ機会があれば、打ちます。多分もう次から、あ、ただ必殺技は一回見てみたいな。必殺技くらいかな、多分動画にするのは。もうずっとパチンコの画面映しちゃって面白くないんで。はい。じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。